東武100系電車、東武100系電車、東武100型電車は、かつて、東武鉄道が、日光軌道線向けとして1953年に10両を、新造した、路面電車車両である。1968年2月の日光、軌道線廃止まで同線で運行された後、10両全車が、岡山電気軌道へ譲渡され、岡木3000系電車。 おかき3000型電車として10年以上にわたって、同社の主力車両として徴用れた。元来、沿線の清滝に所在した小賀電気工業、日光電気製道所からの同製品を国鉄、日光線経由で出荷することを主な目的として建設された日光機動線であったが、第二次世界大戦後はそうした、同製品輸送にも増して、東部鉄道による日光、 中禅寺湖周辺の観光開発事業と、1951年以降の日光線系統への5700系特急車投入などによる輸送需要の増大に伴い、観光客を主体とした旅客輸送の強化が求められるようになっていた。1953年当時、日光軌道線では、日光電気軌道線開業以来の木造に、軸電動客車である手 1K4 両と、 別府大分電鉄から戦時中に3両を譲り受けした木造二軸電動客車である手20系の1両、それに開業後第日本機動鉄工部や石川島造船所、あるいは自社工場で製造した木造二軸ボギー付随車である、破50系2両を戦時中に製造した反抗性車体に乗せ替えた手1系5両及び破50系2両と日光電気軌道が 東武鉄道の参加に入り、東武の手で日光線が全通して、以降に新造された、半高性二軸電動客車の手重計10両及び、半高性二軸ボギー付随車、波57型5両、それに交代加工時未施工のまま残存していた手一手、20波50型などが在籍し、二軸電動客車が必要に応じ二軸ボギー付随車を、牽引。国鉄日光駅前では、ループ線を用い それ以外の各駅、停留所では、ま回り線を用いて、編成を組み替えるという旧体依然とした、運行形態で、旅客輸送を実施していた。これらの電動車の定員はいずれも40名、付随車の定員は、おおむね50名とされていたが、これでは1列車で、日光線特急1列車分の乗客を輸送する、こともできず、しかもこれらの車両はいずれも、 戦時中の降輪輸送などで、国使されて各部が疲弊しており、低出力で、運転速度も低く、さらに戦時中の後退化車は、車体が、蘇生乱造で後輩が目立つ状況にもあった。そこで、日光機動線の近代化と輸送力増強、それに、列車の運行速度引き上げを目的として、動線初となる、反抗性二軸ボギー電動客車の製造が、計画され、 宇都宮車用、現、富士中工業によって1953年8月春行として、100系101から110の重量が製造された。当時一般的な全溶接組み立てによる、交代に木材による内装などを組み合わせた、12メートル級の半抗性車体を備える。ただし、製造メーカーである。 宇都宮車両の個性が発揮されており、窓の上下の補強用体板を外反の裏側に隠したノーシルノーヘッダーとし、長中を使用する張り上げ穴を採用することにより、極めて平滑な側面デザインが形成されているのが大きな特徴である。また、各客用扉と側窓の間の柱部から両端部にかけては、つまめんで左右それぞれ100ミリメートルずつ車体が、 絞られる構成となっており、究極線通過時に、車体オーバーハング部は、建築物や、交換列車と干渉することを回避している。窓配置は D8D、D、客用扉、トブクロ窓、数字、窓数で、側扉は 850mm 幅の連接式2枚引き戸を採用する。なお、トブクロ窓は扉に合わせた 430mm 幅の、 細窓であるが、加工式となっており、運転中は、通風が可能な構造である。つま面は当時流行の湘南型に近い、半流線型の2枚窓構成で、緩い傾斜が付けられており、これは後に登場した連接車の200型と共通する衣装である。なお、つま面向かって、左側の車掌台側に設けられた窓は、ビューゲル操作を行う必要から、 下段上昇式の二段窓とされ、反対の運転台側の窓はワイパー付きの一枚固定窓となっている。前小灯は腰板部中央に白熱灯具が各面一組ずつ備え付けられ、尾灯はその左右に各一灯埋め込み式で取り付けられている。また、つま面幕膜板部には向かって右側の運転台側に行き先表示膜が 左側の車掌台側に続行運転を示すための続行表示灯がそれぞれ設置されている。路面電車であることから、つも面下部には、平用軌道走行時の路上障害物、人員巻き込み事故防止用の廃焼機が備えられているが、降雪時にはここにスノープロを装着して除雪に使用することもあ。座席は、 ロングシートで木製の床には手電動機検査用トラップドアのほか各台車に備えられたブレーキシリンダー検査用のトラップドアも開口している。なお室内灯は通風口を兼ねた丸いグローブのついた白熱灯である。塗装は日光の山々を表す若草色を基調とし日光のシンボルの一つである心境を表す朱色の帯を巻いた。 専用塗装であった。国鉄日光駅前から日本の路面電車で最高の海抜840メートルを記録した馬返しまで約10キロメートルで305メートルを途半し、肩勾配で最大60パーミルという非常に厳しい線形であったことから、その条件に合わせて勾配対策は施した機器を搭載していることが特徴である。主電動機は、 東洋電気製造 TDK-532B を採用し、各台車の外側、つまり第1、第4軸に掃舵されている。また、制御機は、連続急行バイク間を要する、三角線で運用されることに排除し、特別な機構を備えた、東洋電気製造、ドバイ LBK4、直接式制御機が搭載されている。この、ドバイ LBK4 は、 第二次世界大戦後の日本の路面電車において事実上の標準制御機となった三菱電機 KR-8 のスケッチ元であるイングリッシュエレクトリック車製ドバイ K シリーズの東洋電気製によるライセンス生産品の一つで基本モデルとしてはドバイ K4 相当となるが本形式では下り勾配区間で発電ブレーキの使用頻度が高い ことを考慮して、ノッチ逆進イコール発電ブレーキ操作時に一旦、主回路をオフとして抵抗器や主電動器の負担を軽減する暖流器の指令スイッチ機構がコントローラの鏡板に突き出すようにして格納してや、ドバイ LBK4 という型番もこれに由来する。この制御機に接続されている主回路上の抵抗は、いずれも中鉄製のグリッド抵抗が採用されており、また終電装置は、 東洋電気製造 BC-3 ビューゲルが搭載されている。台車は、住友金属工業が、JG ブリル社製、ブリル 76E 定照型二軸ボギー式、軸バネ台車を模倣して製造した、KS、k s 4 0 j を装着する。この台車は、単造側枠を持つオリジナルとは異なり、強固な高力中高による一体、鋳造台車枠を備え、 しかも前日の制御機と同様、三角線対応として、ブレーキ力強化のためにブレーキシリンダーが各車の内側より車軸上に各1台搭載された、当時の路面電車用台車としては異例の構造となっている。もっとも、このシリンダーを駆動するブレーキシステムは、当時一般的であった空気圧を直接ブレーキシリンダーに送り込んで、制動作用を得る直中ブレーキで、 連結運転を考慮しなかったため炭鉱運転用の簡便な日本エアーブレーキ製 SM-3 が採用され、これに中継米を付加してブレーキ力を増強、各台車に搭載されたブレーキシリンダーを駆動する。また、このブレーキの動力源となる空気圧縮機としては、同じく日本エアーブレーキ製 DH-25 を搭載する。 定員96名と一両で在来の電動車、付随車一編成以上の輸送力を持つ本形式と一編成で定員150名と格段に大きな輸送力を備える200系連接車、1954年製の投入により在来車は文字通り一掃された。以後、本形式は二百型と共に通勤、通学、そして観光輸送の足として、 日光軌道線全廃まで何ら改造されることもないまま約15年にわたって運用された。1968年2月の日光軌道線、全線廃線により不要となった本形式は重量全車が廃車除籍された。日光軌道線の全廃で不要となった本形式であるがその時点で経年が15年と謝礼が若かったため そのまま解体せず譲渡先が求められた。そこで1968年5月に既存の二軸車のトータを計画し、軌道条件に適合する中古車を探し求めていた、岡山電気軌道がまず102.104から106.110の5両を購入、102.105、107の3両を、岡木3000系3 0 1 3 0 0 2 3 0 0 4として車掌が乗務する。 いわゆるツーマンカー形態で百六点一一0の二両を三千三点三零零五としてワンマンツーマン両対応車としてそれぞれ自社東山工場で改造九百六十八年八月二十三日に設計認可され同年十一月二十日より順次収益を開始した岡山電気軌道は続いて九百六十九年一月に残る五両も購入 104.108の2両がやはり自社、東山工場でワンマンツーマン両対応仕様に改造の上で3 0 6 3 0 0 7となり、101.10309 10はおかき線、おかき2000系の改造を担当した大阪車両工業の手でワンマンツーマン両対応仕様への改造工事を実施の上で3008から3010として入線。 1969年1月20日付設計認可で順次収益が開始された。また、2万カーとして竣工した3001.30023004についても、1970年8月の全線ワンマン化に合わせ定期検査のタイミングを捉えて自社東山工場で同年5月から10月にかけてワンマンツーマン両対応家改造工事が施行されている。 本形式の岡山電気軌道への譲渡にあたっては、以下の改造工事が実施された。なお、後年の改造により、本形式の自重は0.5トン増えて15.5トンとなっている。塗装は、岡電発のボギー車となった岡木線型と同様の窓周りオレンジ、その上下がベージュの2トンカラーで、入線時の3001.30023004を除き、 ワンマン車を示す紺色の帯を創価に巻いていい。もっとも、入選後岡山では、全面広告電車の運行が開始され、その対象として、当時の主力車であった本形式が指定される機会が多かったため、標準塗装のままで運行されていた車両は少数派で、あ。3001は、収益開始間もない1973年10月に、交通事故に遭遇し、 致命的な損傷を受けて、同年10月10日にそのまま廃車されたが、他の給料は特に大かないまま、岡ンの主力車両として、その後、約20年以上にわたって徴用された。その間、一部の車両については、KS-40J 台車の軸受けを、平軸受けから、コロ軸受けに交換、改造する工事を実施されている。上記の通り本形式は、 途中で治両が脱落したものの、残る給料は1989年まで揃って在籍していたが、製造後36年を経て、車体の疲弊が目立ち始めたことと、岡山電気軌道で最後に残った非冷房車であったことから、特に夏場にサービス面で不評を買うようになっていた。そこで冷房化を兼ねて、車体心臓が実施されることとなり、1989年以降、 おおむね年一両のペースで、手電動機や制御機等を流用して、おかき7900型への更新が開始された。この工事は1995年の8501、春高と、これに伴う3006の廃車で、ラッシュ時の運用定数が冷房車で充足されたこと、それに続く増備車が超低床構造の9200型となったことなどから打ち切られ、 2011年5月現在は3005.30073010の3両のみが在籍した。前日の通り、本形式は岡山電気軌道に残された最後の比例傍車であり、現在はイベント用車両としての性格が強く打ち出され、前日の3両とも以下の特別図職となっていた。3 0 7は2004年に自社東山工場でリニューアル工事、 大阪車両工業による出張工事を実施したが3005.3010は未実施で車内はほぼ岡山電気軌動遺跡時のままの姿を留めている。3007のリニューアル工事はデザインを水戸岡英二、両備えグループデザイン顧問が担当し、車体はカラス城と呼ばれている岡山城に合わせてカラスの濡れ場色を表現した独特の黒色となった。 車内は木製の素材感を生かしたレトロ調となっており、座席には奈良の木、日よけには品の木が使用され、釣り革は日本の鉄道、軌道含め初めての本革が使用されており、握り部分はカーボンファイバーを中心に挟んだ合半製になっている。リニューアル工事完成後に黒の愛称が付けられた。2011年5月現在、3007が、 東山線で1日後往復の定期運用を3 0後0が毎月第1土曜日に東山線でに往復の定期運用を持っているがいずれも6月から9月は運休3010は定期運用がなく事実上級者扱いとなっていたまた3 0後0は岡山市などの軽発電車として不定期で東山線で運転されるほか毎年12月に 東山線で運転されるクリスマス電車には3007が2004年以降使用されている3007の運行ダイヤで運転その後3010は2012年5月に希望者に無症状とされることが発表され6月には栃木県日光市の観光施設日光霧降り高原チロリンへの寄贈が決まった3005と同じ日光軌道染色に復元整備の後 2013年4月7日にさよなら運転を行って4月23日に東山車庫から現地へ輸送され、4月27日から一般公開されている。また、9200型桃の竣行を前に廃車となった3009は本形式にとって、縁の深い日光市の鉄道愛好家に無償で譲渡され、現在栃木県内にて保存されている。 2012年11月現在は3 5 3 0 0 7の2両が在籍している。なお、他の車両はすべて低床車か、そうでない車両は床が高いために乗降口のステップに踏み台が追加設置されている。3000系はこれを設置する場所がないため、高齢者等には乗降がしづらく、そのためにこの電車が来てもパスする場合がある。なお、 新旧の番号対象は下記の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。